りあのファッションデザイナーが一番多くて、パーマパリコレだったりとか東京コレクションっていう、まあ、そういう舞台で、まあ、自分の作品を発表したいっていう学生が多いですね。うちの学校の武器になってるのはやはり学生と教務の、距離の近さと、まあ、その少人数がゆえの、まあ、授業の中の時間の使い方というか、まあ、その密度の濃さですかね、まあ、ここはやはり一番武器にしているところで、あとはまあ学校名にも国際ってついている通り、その海外との取り組みといいますか、特にそのパリだったりイタリアのミラノに住んでいるその講師の方と、まあ、オンラインでさまざまな向こうの、高い技術を習得できるっていう授業が売りになっております。人の心をこう幸せにできるものだったり、前向きにできるものっていうのでファッションがあると思うので、まあ、そういうふうに業界で活躍してもらいたいなと思ってます。まあ、就職率はもちろん 100% なんですけども、業界就職率でいうと 90% 台は必ずキープしております。2年生になると、まあ、各学科のファッションショーを開催して、まあ、自分の作品をお客様の前に出すという機会があるので、やはりそれを経験するとまあ、作品のクオリティも人間性としてもすごく成長します。この少し少数な感じの体型でやってる学校がいいなと思って選びましたね。でも目指す道は同じ道なんで、やっぱそこは切磋琢磨って感じで、日々友達に負けないように、一つ一つの縫い目も負けないぐらい頑張ってね、綺麗なものを仕上げようっていうふうに競ってますね。自分のブランドを立ち上げよう、一人一つブランドを1年間運営するっていう授業があるんですよ。このチャンスを生かそうと思って、そこで立ち上げたブランドでお店に置いちゃって、最終的には立ち上げもしながらやっぱ就職も考えてるんですけど、やっぱ自分のファクトリー持って自分のチームで一からお店が出るところまでやっていきたいなっていうふうに思ってますね。スタイリストになりたくて、服飾が学べる学校がここ新潟県内でここだけだったので、それで知りました。スタイリストになりたかったきっかけは、もともとファッションが好きだったのと、自分から服を発信したいなと思ったのがきっかけです。とてもフレンドリーな方が多くって、何でも話せるような先生が多いです。スタイリストになりたいと思ってこの学校に通ったんですけど、美少女図鑑という企画から何かを届けるということを経験して、プレスっていうのも面白いなと思ってプレスに変更しました。今の夢はプレスになることです。